話して誰もしなくて、だから最初から言ってたんだよ。それにロープも不足してた。クライブ、父さんに見せつけてやれよ。やってやったぞ、お前ができなかったことをって。ああ、派手に報告しよう。シドが目を覚ますくらいにな。ありがとう、ミド。待ってる。ガブ、留守を任せたぞ。お前の代わりは荷が重い。早く帰ってきてくれよ。あと頼んだよ、ヨーテ。ジョシュア様、どうかお気をつけて、ご無事で。若様、私が調合した薬はちゃんと持ったの？徹夜で調合したんだから、飲まなかったら人参食べさせるわよ。いい？わかった、タルヤ先生。ありがとう。あんたにも言っとくわ、クライブ。必ず戻るのよ。どんな大怪我でも治すから。すぐに帰るさ。もうお前たちに言うことは何もない。思う存分に戦ってこい。悪党らしく豪快にな。こちらはうまくやっておく。お願いします、おじさん。行ってきます。そろそろ行くか。待ってくれ。ジル。もう行くのね。ああ、トルガルを頼む。トルガル、ジルとみんなを守ってくれ。忘れないで、クライブ。あなたはあなたよ。それを忘れないで。いってらっしゃい。俺は必ず戻る。ジル、愛してるよ。わかってる。私も愛してるわ。
行こう。最後の戦いだ。長い旅路を経てバリスゼアへとたどり着いた我が箱舟、創世の要石よ。アルテマ、この船にはかつて我が脱ぎ去った肉体が眠っている。創世に備え口縫いを留め置いていたが、これで汝らに絶望を与えるのも一興か。古き肉体から新しき肉体へ、我は完全なる器を手に入れるのだ。兄さん、やるぞ二人とも。
済んだもの。兄さん、兄さん、大丈夫かい、兄さん。お前こそ。あ、平気さ。バハムートは？立てるか？これくらいなら大…捕まれ。ありがとう。
くぞ。託されたんだな、俺たちは。うん、そうさ。だから立ち止まれないよ。ああ、進もう。辛いか兄さん？だって足元がふらついてるよ。人のことは言えないな。冷たくて何もない空っぽの光、嫌な光だ。ここで全てを片付ける。そうしたら一緒に帰ろう。もちろんさ、みんなも待ってる。